リアちゃん、パトの直す方法はわかった。大方わかったわ。よかった、それじゃあ早速教えてよ。それより、二人とも、髪飾り綺麗ですよ。すごく似合ってます。えへへ、ありがとう。ちょっと恥ずかしいけどね。大方ちゃんは欲望を司るピンクオブを。セリカちゃんはご主人の誓いの証を。ふふ、今後が楽しみです。何か言った？いいえ、それではご主人を直す方法を説明します。まず、ご主人は力を発揮するための回路が破損しています。そのせいで、うまく体中にエネルギーが循環せず、精神が崩壊していると考えています。ってことは、そのパトの中の力の回路を直せば元に戻るってことね。でも本来、それは自然に治癒したり、第三者が直すことができることなんですが、ご主人の場合、それをするための力が備わってないの。それじゃあ直せないってこと？現状、自然治癒とか治療では絶対に治らないわ。そこで考えたのが、オーブです。パトの力を10個に分けたオーブ。はい、それらにはちゃんと何を司ってるか決まっています。最初に手に入れた銀色は、生命。冥界で手に入れた黒は、死。それで今回必要になるのが、精神。精神、それと回路直しどう関係あるの？精神は霊力とか魔力、人力の力の源なんですよ。だから魔術師とか魔法使いの人たちは精神力がすごいんですよ。納得。なるほど、つまりその、精神、を司るオーブを手に入れて、パトに戻せば治るってことなのね。はい、運よく先に、生命、が戻ってるので、精神、を戻せばすぐに回復すると思いますよ。よし、それじゃあ早速その、精神、を司るオーブを取りに行こう。待ってよ、そのオーブってどこにあるの？確かに。ふふ、ちゃんと調べてますよ。さすがメリアちゃん。一応昨日からご主人と同じ力の波動を頼りに地球、それに関わる世界全体にサーチをかけてたの。さらっととんでもないこと言ったわね。はっきり言って、見つかりませんでした。他の人たちの波動に紛れ込んで探すのが難しかった。それじゃあどうしよう、世界回る。またさらっととんでもないこと言ったわね。ですがなんと、一つだけあったんですよ。しかも、精神。おお、周りに何もなかったみたいでよかったです。それでその場所は、限界です。は、ねえ、限界ってどこにあるのかな？やだな、限界なんだから空の上ですよ。地図を見たらこの幻想郷の妖怪山のさらに上に行けばたどり着くみたいですよ。待って、それってつまり、今回は山登りをしろってことね。しかも空の上ってことは、エベレストより高いわよ、多分。それで限界にある一番大きい山、天峰山の頂上付近で反応ありましたよ。エベレスト簡単に超えたわ、畜生。標高どれくらいあるのかな？確かエベレストが標高 8848m ね。実際は妖怪の山の上にあるわけじゃないから何メートルあるかはわかりませんけど。まあ、地上から天界まで2万メートル、天界から天峰山頂上までだいたい1万5000メートルくらい見ておけば大丈夫ですよ。バカじゃないの。プロの登山家も真っ青よ。気温、どれだけ下がるんだろう。マイナス150くらい見ておけばいいと思うよ。さっきから数字が現実離れしすぎ。でもこれだけの悪環境の中なら、普段の数十倍近くのパワーアップが見込めるわよ。だからメリアちゃん、いい笑顔なんだ。メリアちゃんって内心かなりのド S だからね。やだな、そんなことないですよ。でも、そこに行かないと手に入らないんだよね。はい、私が言ってもいいんですが、私、ご主人以上の力を出すことできないんですよ。だから戦闘力は1くらいしかないです。まあ、それでも体術でなんとかカバーはできますけどね。これは行くにしても、準備と人が必要そうね。私が出るわ。大会以来ね。今回も何かいいニュースでも入ったの。残念ながら逆です。逆、悪いニュースってこと？はい、はっきり言って最悪です。教えてもらえるかしら？はい。先日、冥界で、6名王絶様の消滅が確認されました。絶が消滅。そして、それと同時に6名王、アンゲン様は頭を打ち抜かれた姿で発見されました。アンちゃん、頭を打ち抜かれて。ですが、幸い魂だったこともあり、重傷で済んでいます。そっか、すでに死んでるから外傷では消えないんだね。それで、犯人の目星はついているのかしら。それが、魔力の痕跡、指紋、足跡など、くまなく捜査したのですが。見つからなかったのね。はい。それじゃあ、アンゲンが助かって、絶が消滅した理由もわからないのかしら。今のところは、ですがアンゲン様が目覚めたらその謎もわかると思います。そう？そして、今回の事件があったということで、幻想郷に繋がっている境界を遮断、もしくは不正するとのことです。現在、このように、魔界、冥界、天界、外の世界、人
正解、全開、崩壊が幻想郷と直接つながっています。その各世界の教会に幻想郷最強クラスの皆様に協力していただいて厳密な規制をしてもらうようになりました。教会の専門で幻想郷最強クラス第4位の八雲ゆかり様には全教会の規制、それと外の世界との境界を制御している白霊の巫女、霊夢さんとゆかり様2人で外の世界を監視。天界では7位諏訪子様、6位かな子様2人で監視。冥界ではゆゆ子様、8位英樹様2人が監視。戦界は3位エイリン様、指定界は5位かぐや様、崩壊は1位より姫様、魔界は2位豊姫様が監視してくださる予定です。今回は冥界の偉い方2人を狙った犯行です。しかもここ最近不審な人たちが幻想郷を行き来していると情報も得ています。もしかしたらもうすでに幻想郷に潜り込んでいる可能性もあるため、極力、家から出ないようにお願いします。外の世界でも世界規模で数万以上の人が殺される事件があったばかりです。本当に気をつけてください。あやさんも気をつけてね。お互い気をつけましょう。では、失礼します。あの絶が消滅したなんて、しかも相手は絶よりはるかに力を持っているみたいですしね。わかるの。いいえ、ただ相手の痕跡がないということは、絶は抵抗もできずに負けたってことです。能力を使う間も、相手に飛びつく間もなく、ただ一方的に負けたってことです。そんな、だとしたらもしそんな人と遭遇したら勝ち目ないよ。能力や戦闘技術である程度の戦闘力の差をカバーできるのは前回の戦いでわかったけど、でもさすがに100万単位で戦闘力の差が空いてたら、どうしようもないよ。そうね、それは私も同意だわ。ですね、今のメンバーでは少々実力不足、なら外から戦力を呼ぶしかないわね。外から、ってことは月下お姉ちゃん。あと呼べるなら東やトロカちゃん、レイカさんも呼びたいですね。お父さんはわからないけど、お母さんは無理だよ。さすがに引き神社を開けるのは。なら、東やトロカちゃんね。ロカなら私たちよりはるかに戦闘力が高い、おそらく大丈夫。なら目的地は決まりましたね。現実世界に戻って、私たちの家に戻る。月下お姉ちゃんさえ見つけられたら、ロカはすぐに見つかるからね。なら早速白霊神社に行って、霊夢さんに説得ですね。監視しているみたいですし。よし、目標が決まったね。それじゃあ早速向かうわよ。おお。それにしてもこの2年全く落とさたなかったね。ご主人よしよし。まあ、私自身を見直してたし、それどころじゃなかったのよね。そうだね、それに兄弟設定にされてたら余計に手を出しにくいでしょうしね。メリアちゃん、まさかそれを狙って兄弟設定にしたの。さあねー、でも兄弟ならご主人から手を出すことはないから安心でしたよ。ご主人過密やつやー。ちょっと待ってよ、さっきからパパを触りすぎじゃない？まあ、私専属心ですし。なら私は兄弟だから問題ないよね。問題ないですよ。どうぞどうぞ好きに触ってみてください。むしろ今しかチャンスないですよ。私だってここまでご主人に触ったのは初めてなんですから。そうなの、意外ね。もっと専属心って言うんだからいろんなお世話もしてるのかと。そうですからね、人のあれとは違います。じゃあ一緒にお風呂もないんだ。ないですよ。おやおや、メリアさんって意外と下ネタに弱かったり。でもこの2年間ずっとご主人と一緒だったのですが、体の見た目は人と変わらないんだなって思いました。メリアちゃんも人と同じなんだから当たり前。見たの？見てたの？まあ、それは、ねえ。ちょっと、それをもっと詳しく教えなさいよ。いやー、さすがにご主人のご主人に申し訳ない。大丈夫、パパのパパに人権はないから。仕方ないですね、ならここだけの話ですよ。やった、さすがメリアちゃん、話が早い。本当にご主人には内緒ですよ。もちろん、二人の秘密ね。せめてパパのいないところで話してあげたらいいのに。パパ、あの二人、声大きい。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。
次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。